皆さん、こんにちは。岡山県津山市にある食品販売会社山田養蜂場の専務取締役である山田光雄容疑者33歳が協力者の女性に指示し、入浴施設の脱衣所で盗撮を行ったとして、警視庁は山田容疑者を盗撮での東京都迷惑防止条例違反と児童売春・児童ポルノ禁止法違反の両容疑で逮捕しました。警察によると、山田容疑者は容疑を認めているそうです。生活安全特別捜査隊によると、山田容疑者は東京都日野市の27歳の無職の女と共謀し、2022年12月1日に東京都八王子市の入浴施設の女性脱衣室内で、女が透明な防水カバーに入れたスマートフォンを首から下げ、客の女性の裸体を動画で盗撮した疑いがあります。警視庁によると、山田容疑者は3年前にいわゆるパパ活で女性と知り合い、裸の画像などと引き換えに現金およそ35万円を渡したということです。山田容疑者は去年の11月に金銭を要求してきた女性に対し、およそ14万円を渡した上、あなたの裸は飽きたので大勢の女性の画像が欲しいなどと指示し、女性は防水ケースに入れたスマホを首からぶら下げて盗撮したとみられています。脱衣所で盗撮被害に遭った女性が入浴施設の従業員に被害を伝えたことで一連の事件が発覚し、警視庁が山田容疑者のスマホなどを押収したところ、わいせつ画像が見つかりました。警視庁は山田容疑者のパソコンなどを解析したところ、2021年2月から7月に SNS で知り合った都内の当時17歳の女子高校生にわいせつな動画を合計30点も送信させていた疑いも浮上し、山田容疑者を児童売春・児童ポルノ禁止法違反の疑いでも逮捕しています。取り調べに対し、山田容疑者は盗撮容疑を認めた上、7、8年前からパパ活を始め、わいせつな動画や画像を送ってもらっていたと供述しているということです。山田容疑者のパソコンには別の女子高校生や女子児童とのわいせつ動画なども保存されており、山田容疑者はこの女子高校生に金銭を渡し、性的行為に及んだとして児童売春の疑いで7月30日に逮捕され、この容疑については起訴猶予処分となっていました。こうした犯行に及んだ山田容疑者ですが、33歳とまだ若い年齢ながら専務を務めている山田養蜂場とはどのような会社なのでしょうか。山田養蜂場は岡山県北部の中国山地に位置する鏡野町を拠点に、健康食品や化粧品のミツバチ産品を製造販売している会社です。取り扱っている商品は健康食品、蜂蜜、化粧品を含めて200種類以上です。この会社は1948年に山田正夫さんが創業した養蜂場を起源としています。消費者に直接通信販売を行う方式が好評を得て、平成時代に入って急成長を遂げました。山田正夫さんは所在地の戸又養蜂組合の組合長を長年務め、後に社長となる山田秀夫さんは大学卒業後に3年間のサラリーマン生活を経験した後、養蜂家としてのキャリアをスタートさせました。この会社の通信販売は昭和30年代後半に始まり、主に全国の百貨店で行われる物産展で商品を販売した顧客からの注文に応える形で始まりました。1988年の時点で会員数は約6000人でした。1988年10月27日、当時の社長である山田正夫さんが脳一血で倒れ、2日後の10月29日には自宅が火災に遭い全焼しました。その後、専務であった山田秀夫さんが養蜂場の経営を引き継ぎ、特に通信販売部門の拡大に力を注ぐようになりました。通信販売は当初、郵便局のふるさと小包みや新聞の記事対広告を中心に新規顧客を獲得し、その後は新聞の準広告、雑誌広告、折り込み広告、テレビ通販などへと展開し、売上も急速に成長しました。売上は山田正夫さんが倒れた1988年に1億円だったものが、1998年には100億円を超えました。また1990年代からは一般消費者情報を活用してダイレクトメールや電話による販促活動を行い、折り込みチラシも利用して顧客獲得に努めました。これらの多様な営業活動が会社の成長を支えました。山田養蜂場では
ロイヤルゼリーの製造販売も行っています。もともと山田正夫さんの娘であるさえさんが重度の心臓疾患を持って生まれたため、少しでも健康になってほしいという思いから、山田正夫さんはロイヤルゼリーの研究を始めました。しかしさえさんは14歳の時に心臓外科手術で亡くなってしまいました。またこの理念をもとに環境や教育のメセナ活動にも力を入れています。童話絵本コンクールやミツバチ文庫などのイベントを主催し、小学校に図書を寄贈しています。ミツバチ文庫は1999年から毎年実施されており、全国の小学校約2万3000校に寄贈されています。そして山田養蜂場は国内外の養蜂家と提携しており、国産蜂蜜と海外産蜂蜜の比率は6対4です。そのため日本で最大規模の養蜂家のネットワークを築いています。特に海外産蜂蜜の中でも、同社が独自に高級ワインと同じ冷蔵コンテナで輸入しているルーマニア産アカシア蜂蜜が最も人気です。ロイヤルゼリーの生産にも国内外で力を入れており、輸入されたロイヤルゼリーのシェア率は約 40% です。国内でもロイヤルゼリーの生産に注力し、国産ロイヤルゼリーのうち約 30% を自社で生産しています。また岡山県内で最大規模のイチゴのハウスを建設し、ミツバチによる受粉を活用してミツバチイチゴの生産にも力を入れています。またレンゲハチミツを採集した田んぼでレンゲ米を生産するなど、農業生産法人としての活動にも注力しています。さらに研究開発にも力を入れており、ミツバチ健康科学研究所や免疫分析研究センターを設立しています。さらに若手研究者の育成や1億円の研究助成金を提供するミツバチ研究助成基金の開催など、研究開発にも積極的に取り組んでいます。創業家に生まれ現社長の次男として専務を務めていた山田容疑者、祖父や父の功績に泥を塗ってしまったことになる今回の逮捕劇、これからの取り調べで余罪が出てくる可能性もあり、会社経営への影響が心配されます。特に健康食品の通信販売という業態柄、顧客からの信用はとても大切です。気になって山田養蜂場のウェブサイトを見てみましたが、アクセスすることができませんでした。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録と高評価もぜひお願いします。それではまた。